やばい住人さん。どうもゲストの皆様こんばんは、おだけんです。さて今回やるホラーゲームはどういうゲームかっていうと、マンションの住人さんがどこかおかしい。毎朝エレベーターで様々な住人と出会う主人公。でも待って、彼らは本当に正常な人間？人コアなホラーゲームなのかな。少しずつ日常が狂っていく怖さを体験できます。ほう、面白そうだな。なんかこういう絵描きというか手書き感のあるホラーゲーム僕好きなんだよね。はい、で行きましょう。なんかこのマンションもすでにやばそうな気がするけどね。騒音注意とか不法投棄禁止とか、なんかもう過去にあったような出来事がこれ貼られてるってことでしょう。やばい住人がいいんだろうな。はい、では行きます。初めから。うん、さあどうなっていくかな。うん、はい、なんかおしゃれだね。じゃあせっかくなんでここで、私ね、先日ちょっと体調を崩しまして、その喉がね、喉の調子がまだあまり良くないので、その状態で実況してるんで、加湿器をね今顔面の目の前に置いてんのよ。そうだから、チャポチャポね音が聞こえるかもしれませんが、その点はご了承ください。うん、1日目。はい、なんか軽快な曲。私の名前は藤原。うん、32歳、名字なんだ。下の名前言わないんだね。どこにでもいる普通の専業主婦だ。ああ、そうなんだ。これエンターでもクリックいけるかな。いけるわ。これいこうか。私には5歳になる娘がいる。ほう、とても元気ですくすく成長する子供はあっという間に年長さんにまでなった。うん、さっきのあのタイトル画面の女の子だよな。毎朝娘を幼稚園バスまで送り届けるという日課があるため、今日もこれから娘をバスの停留所まで送っていかないといけない。うん、朝ね毎日お弁当作って大変だもんな、こういうの。はい、私はテレビの前で無邪気にはしゃいでる娘の方を見ていった。さあテレビはその辺にして行くわよ。ミク、ミクちゃんか。うん、ミクちゃん目がないんだね。まだ見たい。ダメよ、早くしないとバスに乗り遅れるでしょ。はい、大変だね、朝バタバタするから。ミクは、名残惜しそうに画面を見つめていたが、しぶしぶ立ち上がるとテレビの電源を切り、通園バッグを手に取った。うん、しまじろうとか見てんのかな、プリキュアとか。さあ毎朝このエレベーター前で何か怪奇というかさ、その人コアが起きていくのかな。ちゃんとハンカチティッシュ持った？うん。私は下のボタンを押し、エレベーターが到着するのを待った。この時暇を持て余した退屈な時間は自然と壁にかかっているモニターを見てしまう。確かになんか上見たり、乗ってる時はさ、回数を見たりするよね、上の。うん、それ見ると今エレベーターに誰か乗ってるのが一目でわかるのだ。うん、モニターを見る。お、選択あるんだ。モニターを見る、行きましょうか。ポチッと。お、すごい。はい、これ今見てんだね。うん、あら河合さんが乗ってるわ。河合さんは同じマンションに住んでいる仲のいい主婦だ。ああ、そうなんだ。なんかこういうのちょっと分かっちゃうの恥ずかしいよね。河合さんにもミクと同年の子供がいて、通わせてる幼稚園も一緒なため、あ、そうなんだ。自然と話をするようになった。ママ友ね。うん、はい、あ、いい笑顔。さあ、あら、藤原さんじゃない。おはよう。おはようございます。偶然ですね。うん、なんか引っ込み思案というかさ、結構人見知りなのかもね、あの子は。かわいいな。そうね、ちょうどばったり。なんだか気恥ずかしくてよけんけんけん。うん、あまりのほがらかさにボココ出ちゃいましたね。はい、あ、乗って乗って。うん、で監視カメラそうつけてんだこのエレベーター。普通あのタイプって上につけんじゃないの。うん、多分見えないのこれ、側面しか。側面しか見えない監視カメラ嫌だな。河合さんが逆に移動しスペースを空けてくれた。うん、エレベーターに乗る。うん、これ乗らないっていう選択肢あるの。行きましょう。お、乗った。お、すごいすごいすごい。うん、なんかさ、こういう 3D のゲームではない分、今の演出みたいなのでこう立体感を出してくるんだね。いやー、センスあるな。なんだかこんな風にエレベーターで出会うのって久しぶりね。そうね、同じマンションに住んでるのに意外と合わないわよね。きっと時間帯のせいね。ほら、うちはもう行くよって声かけても、ミクはずっとテレビ見てるから、いつも時間ギリギリになっちゃうのよ。
その点、河合さんはいつも余裕があるみたいで羨ましいわ。別にうちもそんなに変わらないわよ。今朝だって、ゆうくんがエレベーターに乗りたくないってダダこねるもんだから、いろいろ大変だったわ。そうだよな、表面しか見えてないから裏側には大変さもあるもんね。あら、そうなの？うん。河合さんの息子のゆうたくんは引っ込み思案で、とてもおとなしい性格だ。うん、やっぱりそうか。いつも母の後ろに隠れて息を潜めてるような子でも、やっぱりわがままを言う時もあるのね。うん。私はそんな子供の気まぐれさに、やや愛おしさを感じながらも、ゆうたくんの顔に目を向けた。はい。うわぁ！どうしたの、ゆうたくん。違う感情をこれ芽生えてない？ゆうたくん？私は思わず身を引いてしまいそうだった。うん。なんだか、いつものゆうたくんと雰囲気が違う。はい。こんなに正義のない目初めて見たわ。ハイライトがない。このまま見つめていたらなんだか吸い込まれそうなくらい丸くて大きくて空虚の目だった。ごめんなさいね、ゆうくん恥ずかしがり屋だから。なんだろうこれ、河合さんちょっとこう見ると怪しくなるよな。うん。そう言って河合さんはゆうたくんが被ってる帽子を撫でた。ゆうたくんは何も言わずそのまま河合さんの背中に顔を背けてしまった。はい。まあでも河合さんのお母さんがゆうたくんに何か知ってるっていうわけではないのかな。どうなんだろう、後ろに隠れるっていうことはそうだもんね。2日目。はい。てか俺セーブできんの？できる、しようか。じゃあではセーブが終わったんでいきましょうか。うん。誰よりも早く起床し、簡単な化粧を済ませ朝ごはんを作りつつ、ミクの面倒も見なくてはならない。そうこうしてるうちに今日もミクを幼稚園バスまで送る時間がやってきた。はい、急がないとね。私いつものようにテレビを見てるミクの背中に声をかけた。うん。ミク、行くわよ。はい。あ、なんだこの人形は。イチゴの精霊かな。もう行くの？もうっていつもの時間でしょ。ほら、帽子をかぶって行くわよ。はい。なんかクレヨンしんちゃんとかだったらね、いつもミサイがしんちゃんを自転車に乗せて急いで行ってますもんね。乗り遅れたら大変だもんな。はーい。うん。この人形は持っていけないのかな？モニターを見る。ああ、この習慣というかこのルーティンを繰り返すのがこのゲームは。はい。あ？ちょっと待って、これ幽霊じゃないよな。トコアプラス心霊があるのかな、このゲーム。どうなんだろう。はい。今日は白い服の女性が乗ってるみたいね。あまり見ない住人さんなのかな？はい。で、待って。不審者情報ってある。これは大丈夫かな。こんな軽快な曲流してる場合じゃないよ今。ゆうたくんって確かミクと同じウサギ組よね。うん、そうだよ。よく一緒に休んだりする？別に。誘っても全然来ないよ。そっか。はい。来た。曲も消えましたね。どうなる？うわ、あ、でも綺麗な顔。あら、おはようございます。大丈夫ですか？なんか気分悪いのかな。裸足じゃん。うん、裸足ですけど。はあ、ごめんなさい。寝起きでそういう問題？なんか辛いことでもあったのかな、この人。うっかりしてたわ。気にしないで。はい、どうしたんだろう。はあ、なんだか変わった人ね。うん。エレベーターに乗る。いや、乗りたくないな。どうする？うん、どうするっつっても一択だからな。これ押すか、このゲームシャットダウンするしかないもんね、方法。はい。乗りましょう。乗った乗った。これいいね。はい。てん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 。会話できないよな。はい。あ、話しかけてきた。年長さんかしら。え？その子。あ、はい、そうですけど。そう。いいわね。怖いよ、なんだ。どうなるんだろう。髪の長い女性はミクの方を見ながら口角を上げてふっと笑った。怖っ！なんで？
長く垂れた前髪の隙間から覗いてる口元のせいで、なんだかとても不気味に見える。なんか、変な人。同じマンションの住人だけど、この人とはあまり関わりたくないわ。どうなんだろう。まだ第一印象の時点だから、意外とこの人が優しいっていうパターンあるかな？どうなんだろう。はい。ミクは毎朝、欠かさずテレビを見てる。うん。なんでも、好きなアニメの中に出てくるベリーちゃん、ベリーちゃんって言うんだこの子。というキャラクターが好きらしい。はい。人形も持ってるもんね。ちょうど今もその可愛らしいベリーちゃんの人形を抱えながらアニメを食い入るように見ていた。ミク、そろそろ行くわよ。はい、また朝がやってまいりましたが。今いいところなのに。ミクちゃん毎朝苦痛じゃんこれ。毎回毎回好きなアニメがやってる途中で行くんでしょう。辛いな、録画してるといいよね。うん。続きはまた幼稚園から帰ってきたら見なさい。あ、やっぱり録画してるっぽいね。はーい。その時見たいんだよな。さあ、また来ましたよ。モニターを見る。はい。これはクリックじゃないと無理か。さあ、うん。学生が乗ってますね。今日は学生さんが乗ってるみたいね。はい。うん。そこまで怪しい雰囲気は今のところないぞ。おはようございます。はい。あ、てか、ベリーちゃんつけてる。あの子も。うん、あ、おはようございます。すいません、気づかなくて。いえ、大丈夫。ん、詰まったぞ。あ、ちょっとミク。あ、なるほどね、ベリーちゃんに気づいたのかな。うん、はい、かわいいね。ただその状況下にこの学生さん表情一つ変えない。この女学生面構えが違う。止める間もなく、ミクは女子高生のカバンについてるベリーちゃんのキーホルダーめがけて走っていく。欲しいやつなのかな？わあ、ベリーちゃんだ。うん。あ、びっくりした。どうもすみません。別にいいですよ。子供好きですし。うん。ほんとすみません。優しそうな子でよかったわ。うん。さあ、乗りましょうか。相変わらず監視カメラが側面についてるわ。さあ、側面監視中のエレベーター内は、ねえねえ、お姉ちゃんもベリーちゃん好きなの？うん。もともとは妹がハマってたんだけど、だんだん私も可愛いなって思って。そうなんだ。そうなんだ。じゃあじゃあ、特にベリーちゃんのどこが好き？え、ミクはね、すごく強いところが好き。可愛いな。お姉ちゃんは？ちょっとミクったら、お姉さん困ってるじゃない。大丈夫ですよ。ベリーちゃんの好きなところか。お姉さんはね、明るくて元気で、ミクちゃんみたいに可愛らしいところが好きかな。優しい。なんだこの世界一微笑ましいエレベーターは。本当？嬉しいよな、こんなこと言われたらミクちゃん。女子高生とミクは楽しそうに、談笑している。うん。私はミクを注意しようと思ったけれど、こうして見てみるとなんだか微笑ましい光景だ。うん。初対面の人にも臆せず話しかけられて、すぐに仲良くなれてしまうのは子供ならではの特権ね。うん。うん。ただ藤原さんの息子を除いてはな。この後も来るんだろうな、多分。大人になると家でも人間関係が複雑になるから、子供のこういう純粋な部分は羨ましいわ。確かに。日本は特にそうだよね。なんか海外の人はアイコンタクトすると、ちょっと微笑むというかさ。そう、日本は目そらすことが多いもんね。大人も子供に見習う点多いからな。さあ。なんだ？ああ、終わったのか、この日は。おお。何も変化なかったね、ここは。ミク、そろそろ幼稚園行くわよ。うん、あれ？今日は素直だな。ベリーちゃん見てないのかな？もうなんだろう。はい。ミクは珍しく素直に玄関まで来た。ね。初だよな。ん？ミク、なんで人形持ってきてるの？ベリーちゃんも一緒に行くの。あー、なるほど。ベリーちゃんを持ってけば、そのアニメ見れないっていう悲しみが紛れんのかな？ダメよ。置いていかないと。ダメなのかな？なんで？なんだって、そういう決まりなの。うん。
なんか説明できないとさ、子供もこういうのかわいそうだよね。そう、とにかくさっさと置いてきなさい。あ、表情がなんか変わっちゃった。ベリーちゃんと一緒にお勉強したかったのに。あー、なんか辛いこれ。お勉強なら家でいくらでもできるでしょ。ミクは分かりやすく頬を膨らませボソッとつぶやいた。うん、持って帰したい気持ちあるけどね。仕方ないのかな、やっぱそういうの幼稚園の決まり事があるのかな。どうなんだろう。でも持ってってもいいと思うけどね。ケチ。持って行ってやれ。ケチじゃありません。うん、ここもでもちょっとかわいそうであるけど、なんか微笑ましさもあるよね。ほら行くわよ。はい、で行きましょうか。心なしか、なんかベリーちゃんの人形が汚れてなかった、気のせいかな。はい、モニターを見る。行きましょうか。うん、え、誰、初めてだね。男性が一人乗ってるわね。うん、サラリーマンとかかな。はい、なんか笑顔怖いねこの人。あ、しかも足もおかしい。向こう側向いてるじゃんこのサラリーマン。足へし折れてる。うん、こんにちは。あ、おはようございます。こんにちは。やばいなこの人。エレベーターに乗んない方がいい。やばいだろこれ乗ったら。でも乗るしかないもんな。このゲームは分岐がないっていう風に書いてあったから、そう、一本道で楽しめるっていう風にやりましたね。はい、5日目。え、エレベーター内の会話なかったの？ん？大丈夫だったのかお二人。ミク、今日の晩ご飯何がいい？うん、なんだ、ほら、なんかベリーちゃんちょっと汚れてない？気のせいか？しかもミクちゃんもなんか顔傷ついてない？大丈夫か？ね、つけ麺コアだな。結構コアな部分いくね。ミクって本当につけ麺好きね。うん。あれ？ん？なんかミク顔汚れてない？うん。え？顔？私はミクの右頬に手を添え、顔にかかってる髪の毛を少し持ち上げてみた。やだ、擦り傷じゃない。あと残ったら大変だもんね。一体いつの間に、どこでつけたのよ。はい。わかんない。わかんないって、なんか外で遊んでる時についた傷とかじゃないの？最近よく物にぶつかったり転んだりするから、その時についた傷かも。ちょっと大丈夫なの？まあでも大きな傷じゃなくてよかったな。ミクは照れくさそうに頭をかいて笑った。うん、まったくもう、だからいつも落ち着いて行動しなさいって言ってるのに。とりあえず消毒して絆創膏貼っておきましょう。うん、どうなるんだろう。なんかこの傷がキーになっていくのかな。幼稚園で何かあったか。これからは外で遊ぶときもあんまりはしゃぎすぎちゃダメよ。はーい。うん、モニターを見る。行きましょうか。あ、誰、どんどんなんか登場人物作るからさ、誰が怪しいのか分かんないよな。うん、フードをかぶってる人が乗ってるわね。不審に者じゃないの、危ないよこれ。あ、大丈夫、そのポケットの中何入ってんだお前。ヘッチマとかかな。出会ってほしいけども。うん、おはようございます。何も言わないぞ。虫かよ、朝からなんか感じ悪いわね。うん、まあでもその話したくない人もいるからね。うん、一概になんかこう悪いとは言えないかも。エレベーターに乗る。はい、どうなんだろう。この近づくシーン怖いな。うん、ねえママ。ん？何？これは今あのフードの男がいる状態で話してんのかな？なんでこの人、あこれやばいぞ、無垢ゆえの直球さが来てるね今。なんでこの人ずっとフードをかぶってるの？ちょっとミク。うん、私は当ててミクの口を押さえた。そんなに大きな声ではなかったけれど、きっと同じエレベーターに乗ってる彼にも聞こえるだろう。イヤホンしてることを祈る。ただでさえ不審な人物なのに、失礼なことを言って何かトラブルでも起きたらまずい。
うん、なんかさ、あのエレベーターの張り紙の不審者の情報はさ、このマンション内で見かけたの？それともこの地域というかさ、この付近で不審者情報があったのかな？どうなんだろう。私は内心ハラハラしながらもミクに向かっていった。それは人それぞれだから、別に私たちが気にすることじゃないわよね。私の焦りが通じたのかわからないが、ミクはそれ以上何も言わなかった。うん、なんかさ、やっぱ子供の頃って人一倍大人のその言語とか、あとリアクションとか表情とか伺ってるもんね。うん、だから分かったのかな。私はほっと胸をなだろうしつつも、未だ何のアクションも起こしてない彼の様子をそっと伺った。どうなるんだろう。特に何も言ってこないわね。よかった。はい、何もなく次の日かな。あ、その後エレベーターが一階に到着し、扉が開いた。今までないようなこの展開。ミクが最初にエレベーターを降り、私がその後を追う。その時、限りなく小さな声で、は？背中越しに何かが聞こえた。はい。なんだ？なにわかんないのこれ。うわ！うっそ！殺すって今言ったよな。は？やばいぞあれ。今日の朝ごはんは昨日の夜ご飯の残りと簡単なトーストだ。ミクが食べている間、私は布団を片付けたり洗濯をしたりと家の中は慌ただしく動き回ってる。本当は一緒に食べたいけれど、そんな時間ないのでしょうがない。今もタスク消化のため家の中を縦横無尽に動き回っていたが、ふと私はミクの方をちらっと見た。うん、あーまたバンス、あ、これは昨日のか。びっくりした。ミク、ご飯の時ぐらい人形は置いといてもいいんじゃない？うん。いいの。ベリーちゃんと一緒にご飯食べたいもん。こいの。でもすごく食べにくそうじゃない？うん。別にそんなことない。ちゃんと食べね。はぁ、まったく。ミクは私が口を出すを出すほど、意固地になってそれを押し詰めようとする癖がある。ああ、なるほど。じゃあ否定するだけ無駄だから、一回乗った方がいいよね。うん。この頑固な性格はきっと夫に似たのね。ああ、そうなんだ。夫はどうしてんだろう、今。出てこないよね。はい。ちょっとね、母子家庭なのかなっていうふうに、頭の中で思ってましたが、そう触れずにいたけども。これから出てくるのかな、お父さん。モニターを見る。はい。あ、まただ！は？あ、前に乗っていた女性が乗ってるわ。うん。どう来るかな？え？何それ、これマジっす。は、うん、いやあら、おはようございます。何したのお前。トマト料理を荒ぶって調理したみたいな形であれ。うん、え、何ち、は、ああ、すみません。驚かせてしまって。ちょっと待って。こんな奇跡ある？それよくオッチのことをね、そっちのことを、トマトとかケチャップとか言うからさ。リンクしたな。はい。俺の今までの実況の伏線回収したわ、このゲームで。よかった。でもまだ油断できなくない？うまく切れなくて。こんな綺麗に予想が当たることある？びっくりで俺今自分で。マジで俺これ知らないからね。うん。完全初見プレイだから。トマト？ええ。ちょっと。でも嘘ついてる可能性もあるもんね、この人。服に飛んじゃって。その包丁は、そうだよな。それおかしいよね。あら。うっかりそのままた寝起きだからか？持ってきちゃったわ。ごめんなさいね。あ、なんなのこの人。やばいね。頭がおかしいわ。スーパー激ヤバ人間じゃない。激ヤバ人間いいね。乗らないの？エレベーター。さすがに、
刃物を持った人と同じ空間にはいられませんので、よく言った。どうぞお先に行ってください。そう、これは、99% 黒だろう。残念だわ。残念。さっきのさ、フードかぶった人も怪しいし、この人も怪しいし、あの二人、この二人の間に何かあったのかな？フード男とさ、この女の人の間に。エレベーターのドアが閉まると、そのまま女の背、下へ降りていった。どこ行くの？ちょっと待って。捕まるだろう。ミク、大丈夫だった？トラウマになるよな。警察に通報した方がいいよね。怖かったでしょ？うん、大丈夫だよ。本当に？うん、強いの。トマトであんな服を汚しちゃうなんて、超うっかりさんだね。なるほど、やっぱ純粋だね。うん、あの人が言うそのままを受け止めたのか。そうね。私は静まり返ったエレベーターホールの中で、再度下のボタンを押してた。まだ行かない方がいいだろう。まだ少し心臓がドキドキとめくってるのを感じる。平然と物音をむき出しに持ち歩いてる人間がいるなんて、やっぱりおかしいわよね。このことは、一応マンションの管理人に報告しておこう。管理人じゃなくて警察に言え。まずいだろ、これ。何か事件があってからでは遅いし、なおさらだよ。うん。警察に通報しようぜ。何より、私たちの身の安全を優先しないと。うん。はい。ではでは、エレベーター乗ってきましょうか。うん。この状態で乗るの初じゃない？7日目。さあ、どうなるのかな？結構もう、終盤なのかな？だいたいこういう日付が巡るゲームってさ、1週間か10日が多いもんね。最近ミカはずっとベリーちゃんの人形を抱えている。幼稚園行くとき以外は、ほぼずっと人形と共に生活をしていて、うん。まるで友達かのように人形に向かって話しかけたりしてる。ちょうど今も、ミクは人形と向かい合わせになって、何かおままごとしてるようだ。はい。ミクって本当にベリーちゃんが好きなのね。あれ？なんだ？そういえばこの人形っていつからこの家にあったんだっけ？え？文字が赤いのも初だけど、何この展開。お？確か私が気づいた時にはもうミクが当たり前のように所持していた。おう。でも私が買い与えた記憶はない。嘘？なんで気づかなかったの、主人公。は？ミク、その人形って誰からもらったの？え？ベリーちゃんのこと？そうよ。こんな人形買った覚えがないし、友達か誰かからもらったんでしょ？うん。ママ、忘れちゃったの？幼稚園から帰るときに一緒に拾ったじゃん。あ、そうなんだ。え？一緒に？うん。ちょうどゴミ置き場の前にベリーちゃんが落ちてて、このまま捨てられちゃうのはかわいそうだからって。え、これお母さんが言ったのかな？それともミクちゃんがかわいそうだなって言って拾ったの？なんだろうね、でも放送中の人気のアニメの人形をさ、捨てる人っているのかな？ 7 日前。おい、いた。ん？近づいてきてるね。はい。これ拾った後ってことか。うん。思い出した。普通に忘れてただけかな？うん。てか、ミクちゃんまた絆創膏見えてない？はい。確かに一週間前、そんな近場のことを忘れたのか、お母さん。ん？一週間くらい前にこの人形を拾って、そのままに家に持ち帰ってきたんだ。うん。こんなことなんで今まで忘れてたのかしら。ほんとね。ママ、もう行こう？うん。ミクちゃんのこの絆創膏すごい気になるけど。え？早く行かないとバスに乗り遅れちゃうよ。なんかやけにミクちゃん進行してくるよね。そう、いつもだったらテレビの前でさ、とか言うのに、自分からさ、行こうよって。そうね。うん。行きましょう。なんだ？その忘れてた理由とか今後分かってくんのかな？はい。モニターを見る。はい。あ、またあの子か。うん。前に会った女子高生が乗ってるわね。はい。意外とこういう普通の人が、怖い住人っていう可能性はあんのかな？どうなんだろう。はい。お、表情変わったぞ。あ、おはようございます。おはよう。また会ったわね。うん。はい。そうですね。
あ、また来たんだ。うん。ミクちゃん、天真爛漫だね。お姉ちゃん。そう言いながらミクは女子高生の元へ駆け出していく。どうやらミクは彼女のことを気に入ってしまったらしい。うん、優しいもんな。もう、ミクったら。そんなにお姉ちゃんのことが好きなのね。毎度のことすみませんね。いえいえ、大丈夫ですよ。慣れてますから。あ、妹がいるのかな？はい。慣れてますから。それとも何回かこのくだりがあるからかな？うん。さあ、毎回足踏み強いな、このお母さんは。マシンなんじゃないかなってぐらいの。さあ、あなたはこの近くの学校の人？学生さんも毎朝早くから大変よね。うん。あ、はい。そうですね。大変です。はぁ、あ。どうした？あら、お疲れなの？え？ああ、すいません。つい。なんだろう。お姉ちゃん、どうしたの？元気ないよ。いや、全然大丈夫。ちょっと疲れてるだけだから。本当に？どうしたんだろう。うん。ただ、ちょっと体がだるいなって、それだけ。はい。風邪でもひいてんのかな？だとしたら、この前のお礼じゃん。真似すんな。失礼しました。女子高生は何でもないという風に、あははっと笑顔を見せた。うん。だが、その目と口は不自然に引きつっていて、どことなく疲れてるようにも見える。なんかさ、今のところ9割方ここの住人おかしいから、その住人に嫌がらせをされてるとか、そんな感じかな。それか学校で何かあるとか。うん。きっと、学校のことで何か悩みでもあるのだろう。うん。はい。こういう年の子は、すごくデリケートで、様々な感情や悩みを抱えがちなのね。うん。私もこれ以上詮索するのやめておきましょう。はい。で、目の前でため息つくってことは、聞いた方がいいんじゃないかな。どうなんだろう。リビングにミクの無邪気な笑い声と、テレビから発せられるポップな音が反響する。うん。朝から元気なのはいいことだけど、よくもまあ子供向けアニメでそんなに大笑いできるわね。はい。私はテレビを見てるミクの背中に声をかけた。ミク、そろそろ行くわよ。うん。さあ、再び初期の頃のミクちゃんの感じが戻ってきたね。うん。キャー！ミク？なんか怖くない？キャー！ちょっとミク、いい加減にして。キャー！こわ。私はリモコンをつかみ上げ、テレビの電源を切った。ん？うわ！表情が！キャー！何これ？ミク！私はとっさにミクの肩を揺さぶった。うん。完全に取り憑かれたように見てたのかな？ははん？落ち着いたかな？どうしたんだろう？完全に狂ってたよね、ミクちゃん今。うん。ママ？お？ミク、しっかりして。大丈夫なの？うん。どうしたの？てか待って、俺、ミクちゃんさ、二重人格の可能性あるかな？どうなんだろう。テレビは幼稚園から帰ってきたら好きなだけ見ていいから。ね。うん。記憶飛んでたりしないかな？いや、怖かったね。まさかのミクちゃんになんか不審な点が出てくるっていう。はい。モニターを見る。行きましょうか。はい。あ、誰もいない。誰も乗ってないみたいね。さあ。え、なんでなんでなんで？ちょっと待ってよ。こんにちは。え、これお化けってこと？え？いなかったよね。ちょっと待って。それかこれ誰かがモニターを操作したのか？過去の映像を流すとか。こんにちは！怖い怖い。なんだこのおっさん。え？あ、こんにちは！こんにちは。さっき誰も乗ってなかったのにね。ダブルの怖さが来てるよね、今。きっと見間違えただけよね。うん、監視カメラ側面につけてるからだろう。私疲れてるんだわ。そう。すごく疲れてるのよ。エレベーターに乗る。さあ乗ってきましょうか。大丈夫かな、これ。怖い怖い怖い。あ？どうなっちゃうかな？
この人の会、うわ、やっぱりない。なんでこの人の会話ないの？うん。あの、フードのとこの感じでも、無言の時でも、エレベーター内の映像あったもんね。なんだか最近気分が憂鬱だ。それにあんまり寝つきも良くないし、食欲もない。風邪でもひいたのだろうか。私はテーブルに突っ伏して、はぁ、と、ため息をついた。うん。さあ、今日もベリーちゃん持ってるよ、ミクちゃん。ママ、大丈夫？ミク。見かねたミクが、とことこ私の前にやってきた。行きたくないなら休んでもいいんだよ。優しいな。うん。この前、キャハハハハって言ってたのが嘘かのような感じだよね、今。一緒にお休みして、ミクと一緒にベリーちゃんと遊ぼうよ。ベリーちゃんね、ママのことすっごく好きなんだって。もっとずっと一緒にいたいって。はい。だから今日はお休みしよう。ミクは太陽のように眩しい笑顔で私に話しかけてくる。あどけないミクの声を聞いてると、自然と体の中のムヤムヤしたものが晴れていくような気がする。ダメよ。休むなんてダメ。いいじゃん、休んでも。幼稚園にはちゃんと行かなきゃ。なんとしてでも。なんで？これどういうこと？なんかありそうだね、主人公も。そっか。なんだろうな、なんかありそうだね、でもこの部分も。はい。モニターを見る。こうか。おい、誰だ？また見知らぬ人が。おばあさんが乗ってるわね。うん。この人も、見知らぬ感じなのかな？うん。さあ。おはようござ。あんた。なんだ？ 808 号室の人だね。え？あ、はい。そうですけど。あんたね。いつもいつも、うるさいよ、本当に。はい？あんたのせいでね、夜もまともに寝れやしない。夜？あんたらの出してる音がさ、下の階にも響いてんだ。ドタバタ、ドタバタ。いい加減にしてくれよ。いや、意味がわかりませんけど。うん。それ、うちじゃないし、身に覚えがないんだな。何かの間違いじゃないですか？なんだい、その態度は。あんたらのせいで、みんな迷惑してんだよ。やだな、なんかこのばあちゃん。そこにも貼ってあるだろ？あ！騒音注意。不法投棄禁止。え？これ主人公がやってたってこと？騒音注意の張り紙が、全部あんたらに向けた、レターなんだよ。なんで格好つけたの、このばあちゃん。手紙か。は？ふざけるのもいい加減にしてもらえますか？意味がわからないし、こっちには子供もいるんですよ。ねえ。あなたのせいで怯えてるじゃないですか。怯えてるって、あんた。自分の子の面倒も見れないで、よくそんなこと言えるね。よく見たらその子も傷だらけじゃないかい。あんたまさか言われるかな。虐待してないだろうね。はぁ？してないに決まってるでしょ？最愛の娘だもんな。勝手なこと言わないでくれます？もう邪魔なんで帰ってください。こっちも暇じゃないんで。この小娘。時代が。なんだ、どうなんだろう。はい。年上に向かって、なんだいその口の聞き方。だいたいあんたは。あ、閉まっちゃった。気になるよ。なんだろうね。あの、フードをつけた男の最後の一言も気になるし、この主人公へのばあちゃんの最後の一言も気になるし。うん。時間が経ったことでエレベーターのドアが自動的に閉まった。うん。まあまあ開いてたの。てん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 。騒音とか虐待とか意味わからないわ。朝から最悪な気分。本当に最悪。私はこの行き場のない怒りをぶつけるように力いっぱいに下のボタンを押した。ああ、イライラする。ああいう人って本当にうざい。何でもかんでも人にケチをつけて、憂さ晴らししてんだわ。
私の苦労なんて何も知らないくせに。なんだこれ、藤原さん、お母さん自体も怪しくなってきたね。うん。ちょっと危ないんじゃないか？ママ。そう、さっきさ、お母さん記憶なくしてたもんね、あのベリーちゃんの人間のことを。ひょっとしたらミクちゃんにお母さんがひどいことをしてるっていう可能性も現状はあり得るもんね。うん。ごめん、ミク。少し頭を冷やすわね。うん。早く死ねばいいのにね、あのおばさん。怖え。あははは。何これ。ん？開いたぞ。何？エレベーターの扉が開いたと同時に、ものすごい異臭があたりに広がった。ミク、こっちおいで。なんだ、何があんの？うわ！え？ちょっと待って、血に染まったゴミ袋だ、これ。あら。どうも。またあったわね。そのゴミ、何が入って、てるんですか。匂いがきつくて。あら、ごめんなさいね。ちょっとうっかりしてて、ゴミ溜めちゃって。きっとそのせいね。今すぐにでもここから離れたい。それくらい強烈な生ゴミの匂いだ。うん。一体どれだけの時間放置してたらこんな匂いになるの。まあね、トマトではないだろうからな。何が入ってるんでしょう。あら、どうしたの？乗らないの？乗れねえだろ。うん。え？エレベーター、私たちは大丈夫なのでお先に。ねえ、あなた前もそうやって私を拒絶したわよね。こういうタイプってやけにそういうところだけ気づいて食いついてくるからな。はい。え？人を見た目で判断して、勝手に危険人物みたいに危険だろ。包丁持ってたんだぞ、お前。一方的に私を避けて、あなたもそうやって、あなたもか。私を差別するの？いや、別にそういうわけじゃないですけど。それなら一緒に乗ってくれるわよね。さすがに2回も私のことを否定しないわよね。人に拒絶されるのってすごくすごく辛いのよ。もうこれ以上私を傷つけたりしないで。すごい自分勝手だな。これ以上否定されたら私、死ぬわよ。は？死ぬって何を言って。本気よ。それくらいあなたは、ひどいことをしたのよ。ひどいな、お前が。二回目はないわ。さあ、乗って。いや、乗ってよ。うわ、選択肢一択。乗りたくねえけど、これ、乗んないと、なんかね。まあ、でも俺だったらこいつには申し訳ないけど、乗んないかも。うん。だって、主人公今、娘と一緒にいんでしょ？そう。怖がらせるわけにいかねえもんな。はい。ただもう乗るしかありません。皆さんはどうします？この状況。うわ。そう。てんてんてん。この前、マンションの管理人にすごく怒られたわ。あなたもか。え？外で刃物を持ち歩くなって当たり前だろ。なんかすごい剣幕で怒鳴られたわ。でもあのばあちゃん勇敢だよね。そんな危険なさ、自分よりも若い危険な女性がさ、刃物持ってる状態で注意したんでしょ？てんてんてん。これ以上他の住民に迷惑をかけるようなら出て行ってもらうとも言われたわ。うん。素晴らしい管理人さんだよな。はい。ひどいわよね。私、何も悪いことなんかしてないのに。ダメだ、話通じないわもう。ただ一生懸命生きてるだけなのに、
ねえ、あなたが作ったんでしょ。え、話して。怖い、千葉知ってるもん、目が2日間だ、瞬きしてないこの人。ひひ肩に手を置かれ、私は後ろを振り返った。そこには顔色の悪い不気味な女の姿だった。彼女の目は血走っていて、その様相は完全に正気のものとは思えなかった。知ってるわよ、あなたが私をここから排除しようとしていることくらい。よくもチクってくれたわね。おかげで恋に落ちたみたいにずっとあなたのことが頭から離れないのよ。詩人かな。もうこんなことやめて、歌詞でも曲作れ。あなたのせいよ、全部。あなたが私を悪者に仕立て上げたせい。このことは絶対に許さない。許さないから。ギリギリと女の爪が肩に食い込む。でも安心して。今はまだ何もしない。今はまだ。あなたのことを見てるだけ。いつかあなたが私のことを忘れるくらい幸福に満ちた生活を送るようになったら、絶対に同じくらいまで引きずり落とす。怖いなぁ。その時が楽しみね。笑い方怖。どうなんのこれ。おう、翌日バス停までミクを送り、私は家に帰ってきた。うん、気分はもちろん最悪だ。そりゃそうだ。あ、その時の後か。はい、今の出来事の数分後みたいな、数十分後かな。精神的な疲労がまるで鉛みたいに重くのしかかってきて、息をするのも苦しい。思えばあの人形を拾ってからだ。うん、あの人形を家に持ち帰ってきた日から徐々に私たちの日常が狂い始めていったんじゃない。え？私はおもむろに近くに置いてあったハサミを手に取った。え？何すんの？これでもミクちゃん泣くよね。何もかもこの人形のせいよ。この人形のせいで私たちの日常が狂っていったのよ。こいつを殺せばきっと元通りになる。元の明るい生活に戻れる。全部このゲームの登場人物はみんなあれだね、人のせいにするというか、そういう傾向がある。ぶっ壊しちゃったか、ボフ言いましたね今。さあ10日目。許可かかる。ねえママ、私のベリーちゃんが、ベリーちゃんがいなくなっちゃった。昨日お母さんぶっ刺したからね。ミク、もう大丈夫だからね。え？ベリーちゃんはまたママが新しく買ってあげるわ。今度は拾い物なんかじゃなく、ちゃんとしたお店で。だからあの人形のことはもう忘れなさい。うん、なんかあれだよね、感情を入れてたら、そう、あの人形自体にミクちゃんがあの情をさ抱いてたら相当悲しいよな。いいわね。うん、てんてんてん。どういう気持ちなんだろうな今。大丈夫かな。モニターを見る。はい。あー、またちょっと待って、周りになんかおかしい影ある。なんだこれ。はい、やっぱ霊的なこともあんのかな。うん、うわ、なんでサラリーマンとこのフードのやつはなんか実態が定かでないのかな。おはよう。あ、おはようございます。うん、あ、てかクマがすごい。この前ため息もついてたから、やっぱ嫌がらせかなんかやられてんだろうな。うん、エレベーターに乗る。え、どうなっちゃうの。はい、最終日。おお、エレベーター内での会話なかったんだ今回も。今まではサラリーマンの時はエレベーター内の会話がなかったじゃん。うん、今回それ以外で初だね、会話がないのが。うん、いい天気ね。
私は洗濯物を干していた手を休め、両手を広げて全身に太陽の光を浴びた。私の顔にも久しぶりに笑顔が浮かんでる。こんなにも晴れやかな気分になったのは一体いつぶりだろう。はい。ん？なんだ、あ、傷も治ってよかった。ママ、ミクが全速力でこっち、じゃあそのまま行っちゃった今。ミクちゃんのテンションのまま今読み上げたな。はい。走ってきて、そのまま私の腰に抱きついてくる。うん。ちょっとミク、どうしたの？へへ、あのね、今度、ベリーちゃんの新しいグッズが出るんだって。なんかね、すごく可愛くてキラキラしてて、超かっこいいの。ミクは私の方を見上げながら、ニコニコとした顔で言う。うん。こんなこと言われたら5個ぐらい買うよね。はあ。さては買ってほしくて甘えてるんでしょう。えへへ、絶対に大事にするから。可愛いの。まったくもう、調子がいいんだから。私は内心呆れながらも、笑顔を崩さず、ミクの頭を撫でながら言った。絶対に大切にするのよ。ん？ああ、なるほど。嬉しかったんだね、今。うん。絶対に大切にする。はい。ミクは、やったーと言いながら、その場でぴょんぴょんと跳ね、体全体で喜びを荒らしている。その光景を見ながら私は、偽りの幸福をゆっくりと噛み締めた。偽り？は？何？いや、この状態だと曲マジで怖いよ。なんだ？モニターを見る。え？曲も消えた。うわ！いや。こんにちは。うわぁ。怖えよ。なんだよ、これ。お母さん叫びましたが、今。あ？どうなっちゃうの？はい。ゆうくんか。あの目にハイライトない子。そろそろ幼稚園に行くよ。ゆうた。どうしたのよ。最近そればっかじゃない。何か幼稚園で嫌なことでもあるの？ううん。違う。幼稚園じゃなくて、エレベーターに乗りたくない。ん？エレベーター？なんでエレベーターに乗りたくないの？だって、何？ゆうたくんがようやく口開きますよ。なんだ？はい。これは過去の映像かな？あ、そうだ！あん時の光景じゃない？うん。あら、藤原さんじゃない。おはよう。そうだ。うわ！おはようございます。偶然ですね。ちょっと！マジか、これ。結局、一コアプラス幽霊なの、これ。あ、解散だ。うん。ゆうくんもいる。え、そう出るの？吹き出しの使い方が面白い。あ、この人だ。イラスト中村。なんか面白いな。新しい。はい。なんていうかな。熊がない。BGM。うん。さあ、皆さんどう感じましたか？結局さ、今の女学生も、はい、この人何だったんだろうね。お化けかな？うん。そう、女学生も、多分心霊現象かなんかで悩まされてて、ああいう風に、熊とか、そう、疲労が溜まってたんだろうね。うん。さあ、この人は何て言うかな？はい、初めて口開いたと思ったら背景素材って。うん。ばあちゃんは？うん。ティラノビルダー。うん。てか、ばあちゃんは、あれだね。主人公の部屋の805号室から音が、騒音が聞こえるって言ったじゃん。やっぱあそこは事故物件なんだろうね。そう、だから主人公たちが寝静まった後に幽霊がその部屋でさ、暴れてたんじゃない？うん。その数々の怪奇が、このマンション全体の苦情につながるみたいなさ。はい。すいません。目薬ください。自分で買って。
さすがに10日間ぐらい瞬きしてないで暮らしてたらそうなるか。頑張って直してね、充血。うん。でもまだ謎がいくつかあって、この人は結局誰を殺めたんだろうね。ひょっとしたら、あの例になったサラリーマンとか、それかあのパーカーのどこかな。そう、二人ともカメラに映ったり映んなかったりしてたから、霊体としての可能性はあるもんね。はい。なんかいろいろ最後に回収しましたね。あの、主人公が疲れが溜まるっていうのも、やっぱ、そこは事故物件だったから、霊的なものでさ、疲労が増してったんだろうな、主人公は。うん。あとあの、河合さんの息子。うん。すごいアクセントおかしかったね、今。あの子は結局幽霊見える子だから、その引っ込み思案になることが多いんだろうな。多分今までも他の人の背後にいるのが見えたんだよ、あの子は。あと一番の謎は、ミクちゃんの、怪我、まあ怪我も、怪我普通なのかな。あと、あの笑いだよね。あそこが妙に引っかかんだよな。皆さんどう感じましたか？ぜひ感想教えてください。そう、ここはこうなんじゃないっていう部分があれば教えてくださいね。Thank you for playing. こちらこそ、ありがとうございました。はい、終わりましたね。やばい、ちょっと待って、なんかいる。背後、背後。めっちゃ取り憑かれてる。そりゃ疲れるわ。ほら、お母さんのところもさ、いっぱい手が、捕まえられられるだもんね。そう、捕まれてるから疲労が溜まるんだよ。はい。まだちょっと謎はありますが、かなり面白いゲームでしたね。うん。よく作り込まれてるな。はい。あ、手があと一ついい？そう、これ間違ったかも。そう、805号室が事故物件ってさっき言ったじゃん。あれさ、やっぱ人形持ってきてから、そういう現象が起きるようになったんだろうな。だから人間が多分諸悪の根源なんだよ。うん。事故物件起きてるか起きてないかは、まあちょっと定かではないけど、まあ人形が大元の原因なのかな。どうなんだろう、なんかいろいろ考えたくなんだ、これ。いやー、すごい面白かった。はい。それでは、この動画、このゲームがちょっとでもいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。